順子は神奈川県出身で、ファイナンシャルプランナーの資格も持つフリーアナウンサーである。愛称は、やが、自由。精神女子大学文学部を卒業後、コンピュータメーカーに就職するもアナウンサーになる夢を捨てきれずに退職。ナレーターの養成学校に通う。養成学校卒業後は、フリーイーター生活を2年ほど経験。旅行の添乗員。 PHS の登録受付、ミニスカートはいて、チラシの配布、スーパーの呼び込みなど、あらゆるアルバイトに励んだが、アナウンサーとしての仕事は皆無に等しかったとのこと。ようやく NHK 大ブ放送局のオーディションに合格。ローカル枠のイブニングニュースでキャスターデビュー。その後はフリーアナウンサーとして活躍中。2002年、続、平成夫婦ジャワンでドラマ初出演。 収録現場に前世話になった知人がいたので差し入れを持って行ったところ、急遽エキストラ出演となったそうで役柄は看護師。2006年には14歳の母にも出演したが、そのシーンはカットされたとのこと。2007年10月よりクレイジーボックスに所属していた。現在はフリー。ありがとうございます。